こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルティでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はヒゲダンのアナキです。ヒュー。何にもない、誰もいない、じゃけじゃいかれない、笑わないで、指を刺さないで。 理性の半分ない、愛がしか狂えない、笑わないで、指を刺さないで。隠し通していた。おお、これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はオフィシャルヒゲダンディズムです。活動は2012年から出発しました。レーブルはアイロリーレコーズと、事務所はラストラムミュージックエンターテインメントです。この曲アナキは最新作コンフィダンスマン JP 英雄編の主題歌でございます。もともとからヒゲダンはこのシリーズ全ての主題歌を担ってきました。最初のドラマの主題歌はノーダウト、1番目の映画はプリテンダー、2番目の映画はラフター、3番目の映画の主題歌アナキでございます。この MV にはオフィスのような空間にヒゲダンのメンバーたちがアグレッシブなパフォーマンスしたり、メンバーに扮した猿が登場する映像に仕上がっています。それで今日の観戦ポイントは、なぜ歌詞にも MV にも猿が出るのか、その猿の意味は何なのか考えながら見てください。では行きます。아이첫번째딱시작하자마자이베이스소리딱듣는데혹시그신스베이스이런느낌이야아니죠이펙트를이펙트를건가이펙트를엄청많이걸어서이런소리를나오게하는구나이게사실얼마전까지만이렇게나오면촌스럽다고그랬었거든요근데유행이돌고돌잖아요요새는오히려되게세련된것같아요약간레트로가유행하고이제한바퀴도는이제시점인것같아요아니근데진짜이베이스소리가이곡전체분위기를딱잡아주는것같아요맞아요이곡은진짜베이스처음에베이스로약간끌고가는곡인것같아요편곡잘한게높아질때는완전목소리끄집어내고베이스는다시또줄어들어가지고되게산뜻하게가더라고계속변하더라고베이스소리가역시목소리가너무좋아뭐여기서부터는사운드가확변해딱보컬이거이펙트도딱바뀌고여러곡이섞여있는것같은데맞아요그런느낌변조가진짜너무많은것같아역시다소화할수있으니까이런저런시도도해보는그런느낌인것같아요음악이니실험왕 이거보헤미안랩소디같은약간건반치는보컬들이약간그런거좋아하는것같아곡마다새롭게진짜계속이렇게변화하는것도쉽지않을텐데그러니까요진짜대단한것같아요사무실에들어왔는데 그게되게아이러닉한것같아요이사무실이나이런되게정적인공간에서공격적인이런퍼포먼스와연주이런걸보여주는게영화내용이랑도가사내용이랑도되게잘맞는그런느낌인것같아요회사에서저렇게자유를얘기한다는게되게아이러닉하긴한데이멜로디끝라인들을보면좀그디스코같은느낌들이좀느껴져요리듬부터밑에 LED 까지해가지고나이연출이너무좋더라회사책상에다가막드럼이랑다올려놓고밟고올라서가지고또아까레트로라고했는데나는이부분에서만딱현대적인느낌이딱들어가그래서약간
왔다 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 제 의미를 찾아야 된다. 약간 기획기도 자체가 레트로 갔던 게 썸네일에 되게 약간 80년대 인터넷에서 보는 그런 사진 있지 않았어요? 그 원숭이 서 있는 자켓? 네. 아, 자켓도 그렇고 오, 아, 아, 여기 들어왔네, 여기 들어왔네. 여기 진짜 좋아. 여기서 또 되게 혁명적이야 뭔가. 마이크 돌리. 저렇게 고음 낼 수 있는 거는 진짜 노래에 대한 자신감 없으면 저렇게 안 나오거든. 진짜 고음이잖아. 정말 자신감 있게 잘 뽑아내 주시는 것 같아. 아 진짜 멋있다. 야, 이거를 진짜 이 정도 고음내 이렇게 곡에 써놓으면 라이브는 어떻게 하려나 해서 라이브를 봤는데 똑같더라고요. CD랑 똑같아요. 진짜 장르的には 사운드的には 뭔가 結構 많이 하였댔다. 일렉트로 펑크とか ディスコとかの 요소를 取り入れた 感じですね. 確かにサウンドだけ聞いても20年前のブリトニー・スピアーズが なんかサトシさんが作曲ももちろんなんか上手いだと思うんですけど作詞も何もない誰もいないじゃなきゃいかれないなんかリズムが出るような歌詞選べるとか漢字使うかひらがな使うかこう選べるもなんか本当にもう天才じゃないかな思えるようにそういう部分の歌詞をただ読んでもなんかリズムが感じられるヒップホップのラインみたいに感じられて結構びっくりしました本当にいい勉強いつもいい勉強ですありがとうございますそうですいつもなんか歌詞がおしゃれじゃないですか自分の生活を舞台にすることも多いんだし今度も結構歌詞がめちゃ僕が知らない日本語ばっかりですバンドとして新しい道がまた開いたなとなんか曲がいろいろ混ざってるんだけど役がないパートがたくさんあって急にあれこういうメロディで行くっていう予想ができないこういう感じがヒゲダンの魅力かなと思いました。연기를너무잘해요보컬이처음에이거뮤직비디오봤을때이장면아까그책상위에서올라가서막하던장면보고소름이쫙돋더라고너무멋있어연기도계속하시계속하시나계속하시잖아요아예연기활동도하시는드라마도나왔던걸로알고있는데아どうでしたか昨日イベントしててプリテンド歌ったんですけどいつも聞くだけだって分かんなかったんですけど歌ってみたらサトシさんが本当に美しいな人だと思いましたもうこれ普通にできないんです歌うがいや本当にいいボコルだと思うので勉強になりました僕はずっとなんか猿の意味とかを考えながら見ましたけどさっき言った通りいろいろアイロニーっていうかそういう部分があって静かなオフィスにアグレッシブなパフォーマンスしたりなんか歌詞にもリーダーと英雄のことを話してるんですけど英雄とリーダーをサルで表現したと思いますなんかいろいろ英雄的な人リーダー的な人もいてもなんか逆にそういう人の悪い部分っていうかちょっと正しくない部分とかのことをもっと大きく表現したくてサルで表現したかなと思いましたまだ映画を見なくて確実には言えないんですけど見てからまた考えたいです僕ギターだからよくギターを聴くんですけどそんなに難しくないなと思った瞬間あ弾けないで毎回ヒゲダのレビューをするときに僕結構苦戦してるんですよ前に多分結構時間かかった曲も確かにヒゲダンの曲だったかもしれない僕もいつも歌うときに
レビューするときにいやこれ難しいだったらヒゲダン今回もちょっと弾くときに結構面白かったなっていう曲になって、うん、もうちょっと練習しようかなと思いました。なんか曲が繊細だからこの MV、PV もすごい繊細ですね。繊細って一番言えるところが僕が猿が立ってるところだと思うんですけど、うん、ちゃんとヒップホップっぽく立ってますあちょっとこうやってなんか可愛いただの、まあ、ありふれてる猿を置いたんじゃなくて本当になんかヒップホップやってそうな猿を完成度が上がったりなんかそういうパンク的な感性も上がったり、うん、僕はなんかめっちゃ革命的なことをめっちゃ面白く表現したんじゃないかなと思いました。なんか曲も良かったし演出と か, なんか表現もめっちゃうまかった曲じゃないかなと思う時間になりました。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。